はい、皆さんこんばんは。今日の映画の原名は誰が殺したか、ヨーロッパの名料理長というんですね。はい、この映画殺人事件です。怖いですよ。どこで殺人事件が起こるか、じっくり笑いなさい。けどもっと怖いのは、この映画を昼抜き晩飯抜きでご覧になったらそっとしますよ。まあ出るわ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 、まあご馳走がもりもりいっぱい出てまいりまして、しかもカラーですから、その美味しそうなこと、美味しそうなこと、皆さんそれご覧になってたら、お腹が空いてたらばったり通りますよ、というふうな、今日は楽しいまた映画なんですね。それを料理の雑誌の経緯の人、そしてまた美食家、その太ったおじさんがもりもりどりも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 ういっぱい食べていくんです。片っ端から食べていくんです。見ていると美味しそうですね、こういう役者は得ですね、俳優は得ですね、と思ってたら、本人に言わしますと、こんな辛い演技は初めてだ、ああ難しいなんて言ってるんですけれども、何しろこの主役がロバート・モーレイですね。あのイギリス系のロバート・モーレイ、うまい役者ですね。それにジャックリン・ミセットが出てくるんですね。綺麗ですね。その他ジョージ・シーガルが出ます。その他フィリップ・ノアレ、私の最も好きな俳優が出ます。その他まだ、ジャンピエール・カッセルが出ます。ジャンピエール・ガッセル、それからフィリップ・ノアレ、ロバート・モーレイ、まあジャックリン・ミセット、この顔、この連中だけども、この映画俳優さんのご馳走ですね。こんだけ揃ったら見事ですね。しかも監督がいいんですね。監督がテッド・コッチャフなんですね。テッド・コッチャフと言いますと、あなた、あのツレ・スタローンのランボ、あの監督なんです。あんなアクション監督がこんな可愛い、綺麗な、しかもそれより 100% のご馳走映画を撮ってるんですね。そのあたりがこの映画の見どころですね。これは1978年度のシャレた映画です。じっくりご覧なさいよ。さあ皆さん、お腹が空いてる人は気をつけなさいよ。それではまた後で会いましょうね。はい、いかがでしたか。映画と食べ物、小説、それと違いまして、映画は生に食べ物が出てきますね。そして口に入れますね。あれ見てると本当に生々しいですね。私ね、それでね、ウエスタンの陶器第1回作品に懐かしのアリゾナという映画があったんですね。初めてウエスタンが陶器になったんです。その時の一番の印象、一番の魅力は、カウボーイがフライパンの中にベーコン入れるんですよ。ベーコン、それをカメラが上から撮ってるんですね。ニュルニュルジューという音がして、まあその美味しそうなこと、この映画見た後で、ね、私飛んで帰って早速ベーコン食べました。そういうわけで、映画の中の食べ物は生々しいですね。思い出しました、偽れる清掃というの、京町子の映画ありました。この映画吉村君三郎が監督しました。さあ京町子が夏の日に浴衣でべちゃっと座って、あのお茶漬け食べるんですね。さあ冷やご飯に熱い麦茶かけて、シャラ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 口に入れるその音、ところがおしんこ、関西でおこおこ、それを口の中に入れて、ポリポリカ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 リポリポリ、その音がなんともしていいんですね。まあ帰って飛んでおこおこ、おしんこ食べたくなりました。まあそういうことで、あのお葬式の監督が今度タンポポという映画を撮りますが、その映画はラーメンが主役なんですね。さあラーメンがどう出てくるか、皆さんこれご覧になったら、おそらくラーメンが食べたくなるに違いありません。映画の中の食べ物は本当に生々しい。チャップリン、小津安二郎はこの食べ物を最も見事な映画の中に盛り上げますね。それでは次週をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。